NotTV は2012年4月1日から2016年6月30日までジャパンモバイルキャスティングは運営していた携帯電話端末向けマルチメディア放送である移動受信用地上機関放送に分類されるデジタル放送企画 ISDBTMM 方式により2012年4月1日から2016年6月30日まで放送されていた スマートフォン向け放送である。2012年3月末に停破した地上アナログテレビ放送の VHF 敗退を利用する。NTT ドコモグループの認びが移動受信用地上機関放送の認定機関放送事業者、その子会社ジャパンモバイルキャスティングが同機関放送局提供事業者として実施したものである。コールサインは J モバにジョムズが指定された。 視聴するには、対応端末か内部チューナーを入手し、ドコモとの契約を要した。notTV は、運備の登録商標で、notTV ステートメントには、これまでの TV とも違う。ビデオオンデマンドとも違うとあり、notTV という意味が込められている。2014年6月までは、有料3チャンネルで、7月からは、有料2チャンネルと、無料2チャンネルの4チャンネルになった。 2015年4月に NotTV3、NotTV4 を終了し、J モバによる運 v 以外の有料テレビジョン放送6チャンネルが視聴できる NotTV パックを提供開始、全チャンネルが有料化した。テレビジョン放送のコールサインは J モバに j o m ズ d t v が指定された。NotTV1、NotTV2 についても番組を改編し、NotTV1 に バラエティやスポーツ中継などを集約、Not TV には報道専門の報道局24として再スタートした。その後も赤字が続き、2016年6月30日正午をもって放送を終了し、停波してマルチメディア放送として初の廃止となった。同時に Not TV パックにあったテレビジョン放送も終了したため、地上波デジタルテレビジョン放送初の廃止ともなった。 翌7月1日に残務処理促進のためドコモガンビと税モ場を吸収合併し20日には Not TV カスタマーセンターの受付を終了31日には新規受付停止時からのキャンペーンを終了して契約者向けサービスは完了した放送開始時にはまだ放送派による放送のメリット独自機能を詰め込めていたガラケー時代ならともかく スマホとなると対応機種も限られた上に、Not ービ v ー対応機種を売っていた国内メーカーも、次々スマホ事業から撤退していった。これは、同じくドコモの動画配信サービス DTV の、好調と明暗を分ける形となった。運備は、当初、単年度黒字化については、開始から3から4年後の達成を見込んでいるとしていたが、サービス開始以来、2012年度に、 約215億円、2013年度に、約168億円、2014年度に、2016年6月30日正午のサービス終了前には、11時50分から振り返り、番組、の t v の奇跡を放送。体裁としては、閉局特別番組で、実際の内容は、地上アナログ放送終了時に、各局で放送された。 アナログ低波特別クロージングに近い。内容は以下の通りである。番組開始とともに以下のメッセージテロップとアナウンスが放送された。本日6月30日正午をもっての t t v サービスは終了いたします。2012年4月日本初のマルチメディア放送サービスとして産声を上げてから4年3ヶ月いつでもどこでもお楽しみいただける。 様々なコンテンツを提供してまいりました。テレビ市長の新しい形をご提案し、新しいメディアとして育んでまいりましたが、サービスを終了することといたしました。の t v サービスを長らくご愛用いただき、最後までご覧いただいたお客様や、サービス提供にご協力いただいた関係者の皆様には大変感謝しております。社員に一度、ここに謹んでご礼申し上げます。 ありがとうございました。株式会社、運んびこのテロップの後にの t v カスタマーセンターの問い合わせ先とウェブサイトの案内が表示された。その後は、開局当時の映像や自社制作番組の映像を放送した。最後には、の t v ロゴのもとに、これを持ちまして、の t TV の放送をすべて終了させていただきますの、テロップとともに、これを持ちまして、 Not v の放送をすべて終了させていただきます。4年3ヶ月、ご愛顧いただき、本当にありがとうございましたのアナウンスで終了し、テロップがフェードアウトした後、停破した。J モバに指定されていたコールサインは表示されなかった。Not TV パックのテレビジョン放送は、各社の通常放送のままいきなり停破した。停破後は30日中は再起動すれば、 サービス終了の告知がなされたが、翌7月1日以降は、デジタル放送のため端末には、放送休止中と表示されるのみである。ISDB-TMM 方式は、コーデックに MPEG-4ABC-H264 を採用し、リアルタイム放送では 720-480?30 フレーム秒など、 蓄積型放送では1280-720のハイビジョン画質の番組もある。ワンセグの約10倍の高品質を歌っているが、実際にはビット割り投量が同じと仮定した場合、ビットレート等に影響される。コンテンツについては自社制作のほか、スカパーで放送されている番組の提供を受けるものも多かった。これらのチャンネルでは、 CM とフジテレビワンゴルフネットワーク制作の番組を除き、画面右上にウォーターマークとして、Not v のロゴマークを常時表示。なお、フジテレビワンゴルフネットワーク制作の番組は、それぞれのぼねのウォーターマークをそのまま表示。Not v ニュースでは、CM 時もウォーターマークを常時表示していた。Not v 1毎日5時起点24時間放送。 スポーツとエンターテイメント中心のチャンネル。日本放送の協力による、AKB48 のオールナイト日本、三代目、J ソウルブラザーズ山下健二郎のオールナイト日本、ウーマンラッシュアワー村本大輔のオールナイト日本と、オールナイト日本ゼロ、のほか、17時18時には AKB48 が出演する公開性放送、AKB48 のあんた、誰を編成。 また、毎日5時5時30分には、ウェザーニューズの、ソリーブ24、平日11時30分12時には、日テレニュース24の、NNN ストレートニュース、土日5時30分7時には、TBS ニュースバードの、先取りニューススポーツをサイマル放送。n o t v にフジテレビジョンが提供するニュース、報道専門コンテンツ、報道局24を放送。このため、 ノッティービーパック開始の際に、ノッティービー2倍報道局24と解消。ノッティービーパック運備の放送事業ではないが、便宜上この項で説明する。2015年4月より開始した J、J モバによる運備以外の認定機関放送事業者のテレビジョン放送で衛星放送やケーブルテレビでも放送されている5社6チャンネルと、ノッティービートを包括した料金サービス。 ノッティービーパック対応端末では、ノッティービーアプリで、それ以外のノッティービー対応端末では、ノッティービーパック対応アプリ、ノッティービーアプリで受信可能。フジテレビジョン以外は各社ごとに単独契約することも、できた。ノッティービーニュース2012年4月から2014年6月24時間、放送のニュース専門チャンネル。プロ野球シーズン中は、TBS ニュースバード。 プロ野球シーズンオフは日テレニュース24の最ル放送。TBS ニュースバードの放送期間中は同局で放送するプロ野球中継がそのまま放送された。Not v さん2014年7月から2015年3月オリジナル番組中心のチャンネルで当初は夕方から深夜にかけて3本のレギュラー番組を、それ以外の時間帯は n o TV の PR 番組を放送。 Not v 4 2014年7月から2015年3月ニュースと気象情報を放送するチャンネルで事実上 Not ビ v ニュースの無料化。当初ニュースは日テレニュース24のサイマル放送、気象情報はソリーブ24のサイマル放送とし TBS ニュースバードは終了と発表していた。しかし TBS ニュースバードも継続するとし午後の3時間程度サイマル放送した。 平日、土曜、日曜で3番組の放送時間帯は異なっていた。この項の料金は、消費税別当初は、基本料金が月額400円で一部にペーパービュー、方式のプレミアム番組があった。ただし、ドコモグループのオークローンマーケティングの提供番組など通販番組の一部で、月額料金分割引サービスがあり、月1回利用すれば、実質的に、 基本料金は無料だった。2014年11月より、Not ビ v 視聴券付 IC カードを対応受信機に装着して、非対応機種で視聴できる IC カードプランを開始した。視聴開始日から起算して180日間2000円。2015年4月より終了時までは、下表に、うビー以外の放送事業者の単独料金も合わせて、示す。IC カードプランは廃止。 対応機種による。サービス開始当初は、ドコモのスマートフォンとタブレット各一機種のみ。以後、外部チューナーの TV ボックスの発売まで、ドコモのスマートフォンかタブレットでしか視聴できなかった。和当初発売機種、まるは録画対応機種、フトは、シフトタイム番組としても配信。番組、コンテンツを保存し、任意の時に視聴できるサービス。深夜。 早朝の通信換算時に放送し受信しきれなかった不足データは自動受信機能により無線パケット通信で受信することができる。ただし通信にはパケット通信量が発生する。運備は当初契約数の目標を初年度100万、2015年度末に600万、将来的に1000万を目指すとしていたが、 実際に100万契約を突破したのは1年2ヶ月後の2013年6月1日で、その後は2014年度末の175万強で頭打ちし、前言に転じた。店頭での申し込みは2015年11月28日、アプリよりの申し込みは12月17日終了。NTT ふつき無線中継所横浜局が、所在サービスエリアは当初、関東、東海、 関西、福岡、沖縄で世帯カバー率60%程度3年目で約90%以上を目指すとしていた。STL はすべて通信衛星によるものであった。送信書は地上機関放送事業者の地上機関放送局ばかりでなくドコモの携帯電話基地局に併設する事例も少なくなかった。一部を除き出力を従前のアナログテレビ放送より 大きめに設定し、より少ない曲数でカバーしていた。送信書の詳しい情報は、ジャパンモバイルキャスティングを参照マスコットキャラクター、の t v のロゴマークの、o、をキャラクター化したもの。ロゴに込めた思いには、口はスマートフォンのモニターを表現したもので、キャラクタープロフィールにはよくわからないがモンスターとある。ありがとうございます。